どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスターレジェンズアルセウス初見実況プレイ始めていきたいと思います。さあ行きますか。よいしょ。急降下する。あ、これね、 Y ね、 Y。 なるほどなるほど。でダッシュ。おー、すごい快適快適。前回わさびがね、とても理不尽な戦いをしてきたんでもう全員瀕死状態からのスタートではありますが、この氷塊のやつを、これ上に上がることってできないのかな、これ。こういう感じで、よいしょ、オッケー。こんな感じでオッケーなのかな。どうすればいいんだ、これか。調べる。ベースキャンプ。お、なんだ、あ、久しぶりに見たアルセウスフォン。ん、なんだ、永遠の氷を手に入れた。オッケー。お、ついに登りきりましたぞ。おい、お前さんもいらしたか。ほう、氷塊の上に飛び乗って永遠の氷を入手しましたか。熱い使命感どっから来るのです。はい、どうぞ。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。いろいろ思うところはありますが、クレベースと戦えるように準備します。氷山の行く草場までお越しください。ということで、おっと、決して真似をするな。鍛えた筋肉の持ち主だからこそ心を飛び降りることができるのです。では、すげえな、サスケ出た方がいいんじゃね。ということで、まあ向かっていけばいいんですけど、なんかあっちか、ベースキャンプ作って、あそこってベースキャンプか。あ、違うな、真珠集落。ほう、真珠集落行ってみるか。うー、真珠集落行ってみようぜ。ここ、待って。ウォーグル。ウォーグル。OK です。こんにちは。はい。カチコールも調べてる？もちろん。ダメよ、そんなの。なんで？マジか。そうですか。全然いいですよ。星の砂、玉石。オッケー。こんにちは。あ？あ、ちっちゃい。ここベースキャンプにできたりしないですか？バサギリのように生き抜く人を守る。あ、はいはい。なになになに、ここに入れることはないのかな、これから。結局ね、こういう集落のところって何かあるわけではなさそうなんで、いっか、一回ベースキャンプ戻るか。回復させたいしね。ボロボロだもん、うちのパーティー。わさびに反壊させられたからねわさびにやられたんだよな。違う、あんたじゃない。これ、休みます。元気のかけら、ちょっと、やりたいんだけど。おお、めっちゃ作れるわ。17個。やった。空色の玉石が必要なんだな。ちょっと預けてっか。すみませんね。まとめて。はい、こんなことしてるからね。もったいないんだけど。まあまあ、仕方ないでしょう。かな。さて、行きますか。これどっからなら近いとこはさすがにないか。あ、じゃあウォーグルで行くか。ウォーグルの移動手段マジ便利じゃね、これ。
めっちゃ便利やんけ。おいしょ、これでちょっとむっちゃ便利だわ。あお、あ、捕まえてやんぜ。おら頼む。無理か、ダメか。よいしょ、待って、君捕まえたね、そういえば。待って、何何何、ちょ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 、確か捕まえてないよな。え、え、マジ。まあいいや、まあいいや、まあいいや。ちょ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 、結構ね、いろんなものあるんですよ、ここらへん。ゴーリキいる、やべえ。ゴーリキいる、ゴーリキがいる。ほい、違うよー、いてぇ死んじゃう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 。オッケー、こんにちは。お、そう、ウォロだ、ウォロ。純白の糖度で人と出会えた喜びは格別ですね。浜蓮月さんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。どうです、お先にお聞きになりますか。はい、クレベース、翡翠地方5匹目のキングですね。あれだよ、あいつはとんでもないぞ。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけではなく、大きなスララを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。強すぎませんか。ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルあったそうです。大きすぎませんか。あれだよ、剣舞茸を食べてから筋肉特訓を効くんだよ。よし、戦場に行くとしようか。30メートルもあったの、強いな。じゃあね、ウォロさん。ウォロさんは結構謎の人だよね。最後ラスボスとして出てくるとか、そんな感じなのかな。まあさすがにないと思うけどね。やっぱね、この怪しし様が。うわ、怪力が。くそ、ダメか。さすがにな。それ捕まえたら結構熱かったよな。あんた持ってると。ちょっと見ちゃうんだよな、こういうとこ。温泉か？温泉に入ってるな、完全に。ウォーグで使った方がいいな。よいしょ。あー、ダメか。よし、行こう。お前さんの気持ちの 強さが上回ったか。いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことか、踏み込むことで得た力なのでしょうか。では、永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。よし、行こう。これ、一発でいけるかな。丸前の時、4回くらい連続で頑張ったからね。超強かった。はい、お願いします。お前さんも沈めるというのであれば、まず無敵の回避を使うといいでしょう。なんだそれ。いきます。無敵の回避、これね、初見でさ、教えてくんないのがうざいよな。どうやって攻撃してくるとかとか。でかっ。でかくねえか？やば。うーわ、えぐっ。これどうやって沈めるんだろうか。待てよ、え、よいし
さすがにこんな感じか。よいしょ。さすがにね。よいしょ。こんな感じ避けていく。で、開いて。これ。いた。なになになに。避けていけと、そういうことか。まだまだね。やばいな。多分つらら落としじゃないこれ。よいしょ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 。どうどう。なになになに。よいしょ。危ない。えぐくね。なるほど。あ、オッケー。これ結構簡単かもしんない。そういう感じね。行くぜ。え、マジか。捨て身タックルとんでもないな。まあ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 。氷と何タイプが入ってんだ。オラ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 。待てよ。一回回復させますと。いいよ。もう一回回復。よし来い。なるほど、全部避けろと。最初、よいしょ。よいしょ。これまあ冷静に落ち着いて回避していくと。ほっ、いいよ。もうね、一回でさすがに決めていきたい。では、クール、さすがに大丈夫。オッケー。まあまあ、さすがにね。で、避けていく。はい、つららばり避けて、はい、避けて、よいしょ、危ねえ、ギリ。で、多分次、冷凍ビーム。オッケー、よいしょ。オッケー、まあさすがに。で、よいしょ。はい。どう？何のポケモンがこいつに強いのかな。あ、水なんだ。あ、サイドンでもいいのか。あ、大剣気でいくか、じゃあ次。力技したらさすがにちょっとまずいな。かけ。捨て身タックル、耐えれる。オッケー、さすがに。で、ここ沈め玉チャンス。沈め玉チャンス。おら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 。半分まで来た。あと。待てよ。じゃあ。大元気。オッケー、さあ来い。まあこれはさすがに。なるほど、そういうパターンでくるのか。よいしょ。2連続で。うわ、やばい。くそ、そうくんのね。よいしょ。嫌な攻撃の仕方。よいしょ。まずいな。一回食らっちゃったのはちょっと。なに。怖。おう、で、冷凍ビーム来るのかな。よいしょ。いい感じに避けつつ。痛い、まずい。すぐ動けって。ああ、またかよ。相手の攻撃が続く間、避けるに集中してビームを待ちましょう。またかよ。これ4回。うわ。俺マジキング戦嫌いだわ。この初手で当たっちゃいかんな。なんでだよお前。バカたれ。ギリギリで避けるってことを考えちゃいかんな。ここら辺から避けても全然。はあ、終わったわ。多分2回で終わってくれ。回復しないのがまずいんだよなこれ。で、この攻撃、
この攻撃は耐えれる。よいしょ。で、こう、終わった。結構ギリギリ避けない。もう、まずいわ。もう3回当たってんな、ちょっとまずい。よいしょ。OK、ナイス。よし。あー、まずいな。またこれ3回やんなきゃいけないかな。難しすぎる。キング、やだわ。アクアテール力技終わりだ。ナイスー、強っ。え、これワンチャンさ、これ大剣気じゃないのがいいんじゃない、これもしかして。アクアテール、まあいい、とりあえず投げよう。ほら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 、半分まで行きたい。じゃあここブースターでいいな。まずいねー。このギリギリ、これくらい。よし、オッケー。でこれくらい。オッケーオッケーオッケー。つかめれば、コツさえつかめれば、コツさえつかめれば。なあ、終わった。もう終わり、終わり申した。で、このギリギリらへんを通って、よいしょ。よいしょ、よいしょ。で、次。はい、この、こう、つららばり、つららばり、つららばり、このくらいのタイミング、これくらいのタイミング、OK です。で、冷凍ビームが来ると。はい、よいしょ、ナイス。で、ブースター投げると。これブースターだな、やっぱり。ワンチャン力、あー、ちょっと怖いんで、解放者。強いな、やっぱりな。毎回回復させないといけないパターンだな。強っ。解放者。いくぜ。沈めだな。回復させます。これが結構いいんだよね。半分回復する、強い。しっかり避けていこう。まだ半分も切れてないから、よいしょ。コブの切り、やだよなこれ。結構簡単にいけるかなと思ったんだけど、意外とだったな。意外と苦戦する。まずい、危ない。そっちが来るんかい。よいしょ。 OK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 。 で、次つららばりを飛ばしてくる。ギリで返した。追尾型だからなこいつ。よいしょ、 OK、 ナイス。よしよし、今回1も当たってない、でかい。さあ来いよ。ナイス、避け。さあ行くぜ。よいしょ、ぜ。ブースター力技いってみる一回。ああ、でもここ死んだら怖いんだよな。ああ、いや、ギリ落とせないかなくらいかな、もしかしたら。大地の力、おお、とんでもない技使ってくるな。ええ、嘘だと言ってくれよ。嘘だと言ってくれよ。やばやばやば。サイドンでいくか。サイドンでいくしかない。そうか、10万馬力。大剣気かな、だとしたら。一旦冷静に回復していくと。一旦冷静に回復していく。
こっからあと2回で終わるかな。俺落ちちゃう気がするから大切にやっていきましょう。冷静に。ここから複数攻撃が来るでしょ。これプラス、あれ来ないんだけど、あ、来た。よいしょ、冷静に。いる場所に対して、やばい。オッケー。近めにいた方がいいのかな、もしかしたら。あー、なるほど、それか。嫌な攻撃してくる。ちょっと残るんだね、ギザギザが。さあ、来いよ。よいしょ。早いって無理やん、無理だって、絶対無理や、こんなん。どうする早く溶けてくれ。溶けてくんないんだね。くっ、お前とんでもないな、それに関しては。ドサイドに投げて。やばい、早いのよ、あのつららばりが。つららばりが早すぎる。吹雪。オッケー、ナイス。まずいなー、力技。次、一回当たるぞ、俺。続いて。おお、マジ？あのつららが早いんだよな。これはテール力技。おれ。オッケーです。ここで終わりたかったけど、まあ普通無理だよな。あと1回耐えなきゃいけないって考えると結構きついところではある。うわー、なってたよ。くっそ、これはね耐えれる気がしないんだけど、この近い距離で、よいしょ、こうしていくといいっていうことが気づいて。ここが攻略ポイントだな、これな。近いところで回避していく。うわぁ、めっちゃ萎えるわ、めっちゃ萎えるめっちゃ萎える。くっそ、もうめっちゃ長いのよこいつ攻撃。いや、もう次で決める。この最初当たるのがまずいから。いや、ほんとごめんなさいね、へったくそで。よいしょ、この攻撃は近くでかわす。これ練習しておこう。で、次、あれ？オッケー。はい、余裕ですと。よいしょ。で、このつららばりの感覚めっちゃ早いんだよな。3回、この半分以降。絶対1回は当たる。なので、ここで無駄な被弾はしないと。俺はもうマジ怒っている。怒っている。よし！たわけ！マジでさ、強えんだよ、お前。強すぎるって。おらー、オッケー。強いな、やっぱな、ブースは怖いな、でしょ。早技？第一の力、早技で撃たれて、強っ。待って、さすがにこっち先行だよな。うわ、終わったわ。ずるっ、それ。ちょ、ブースター倒れたらまずいのよ。くっ、カチか。インフは打つか。あんまりにも相性悪すぎるけどね。インファイツ。おるやん。OK。で、沈め玉鬼投げ。おら。サイドにしとこう。サイドン、あ、やばい、くそ、やっちまった。よいしょ、避ける。まあまあ1回なら OK。よける。
避ける、避けるで少しでも当てとく、少しでも当てとく、うわ、まずい、ああやばい、くそ、余計なことした、マジ余計なことした、今2回当たってるよな、まずい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 、少しでも早く終わらせたいという気持ちが勝ってしまった。よいしょ、このタイミング、このタイミング、 OK です。で次半分以上削れます、まずいな、うーん、まずいまずい、ほら、オッケー、これサイドぶち投げ、よいしょ、相当まずいぜ、え、クレベースから動けるの、やば、戦えポケモンがいなくなるってマジで、ちょ、強い、もうキングの技やだわ、アクアテール力技、まあ防御が高いんだろうなこれきっとな、オッケー、ナイス、いくぜ、オラ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 、ここ半分で止めとくと、オッケーオッケーオッケー、ここギリ止めておけばまだね、あのいい感じの、このねちょっとうざい攻撃はしてこないと、これかなりいい立ち回り、まずい、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、なんでボタン押せないの、よいしょ、ナイスナイスナイス、いい、あれ半分超えちゃったらめちゃくちゃうざい攻撃してくるもんで、よしよし、オッケーオッケーオッケー、今2回当たってんだよな、避けていく、避けていく、避けていく、このね次のフェーズがめちゃくちゃ連射型でくるもんで、よいしょ、ナイス、熱いぜ、おら、頼むよ、超強いわ、アクアテール力技、クレベース2回行動、まずい、やられるか、体験機ステミタックルだけならまだいいんだけど、ナイス耐え、ナイス耐え、キャー熱い、いいぞ、よしよしよし、さあこっからよ、俺が本領を発揮していくのは、よしよし、オッケー、大元気、よし、いくぞー、これや、この近くで近くで回避していく、こっちの方がいいな、よいしょ、そう、よいしょ、オッケーオッケー、こうすればいい感じに当たらずに済む、ナイスナイスナイス、これはナイス攻略じゃない、これオッケーオッケーオッケー、で次連射型でしょ、連射型、あー、そういうことない、そういうことない、オッケーオッケーオッケー、そのパターンでくるでしょ、このまだトゲトゲが残りますよっていうことをここで教えてくれてる、こっから連射型で来る、よいしょ、避けていく、避けていく、避けて、あー当たる、絶対当たんだよなこれ、ちょっと残されるのから、ここで返していく、 OK です、でよしよし、いいぞ、あと2回は、あ、2回は攻撃受けれる、ここで決めてきたよな、力技、まあ、力技1回、あ、力技じゃない、ダメ、頼む、ナイス、アクアテール、いいぞ、いてー、もう1回セミタックルのが嬉しい、 OK、 ナイス、ギリ、バカギリ、バカギリ、
コヤテール、おらおりゃ、静まってくれ、静まってくれ、ここで決めたい、ここで決めたい、ここで決めたいぞ、頼むぜ。さあこの、この真ん中でよいしょ、これ大事ですね、これよいしょ、つららをよ、うわやばい、いやあと3回いけるのか、オッケーオッケーオッケー、こういうミスっても大丈夫と、よしよしよし、で次初見だぞ、よいしょ、ほう普通の攻撃だな、来た連射型、よいしょ連射型すぎ、よいしょナイスです、よしよし避けろ、ナイス避け、熱い、よしよし、いいぞ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 、オッケー、これいける、これいける、どっちから来る、こっちか、さあ来い、よいしょ、オッケー、終わりだ、クレベース終わらせよう、この戦いを頼むぞ、いけ、アクアテール力技じゃ、おりゃナイスです、ステミタックル、さすがに一撃だ、死なない、大丈夫大丈夫、よった、3回目だ、もうキング戦えぐいのよ、よく頑張りました俺、ナイスです、お疲れ様でした、おら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 、オッケー、めっちゃ時間かかったわめっちゃ時間かかったわ、しゃあレベル上がるね、つららのプレートを受け取った、やっぱ強いね、素晴らしく強い、ハモ先生、そんなに気を落とされなくても、ですがあのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは、空から落ちてきた密偵なるもの、化け物ですか、化け物じゃないよ、自分の危険を顧みず荒ぶるキングを沈めてくれた人、密偵さん、ハマ先生は真珠団の心、真珠団を心より大事に思ってくれているし、神王様を心から信じているの、だから金剛団や銀河団と交わり、神王様と思う気持ちが薄れることを誰よりも、恐れて懸念されていたの、でもね、でもそれも変わるね、かい、三瀬さんが教えてくれたの、仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えれるって、私もグレイシアの強さもっと引き出せるようにが、なりたい、もっと広い世界を見たいよ、なるほど、かいも変わりましたな、いやさすがだよな三瀬、どうもどうも、アラブルキングを全て沈めた時空の裂け目も何か変化しねえのかよ、それは変わらないよ、あ、わからないよ、心なしか裂け目が小さくなったようだけど、そうだよな、そのようだな、これで終わってほしいよな、時空の裂け目からもまた不思議な雷が落ちたとしても三重がいれば大丈夫とはいえ、いやいやいや、きついよかなり、お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ、適当なことを、あ、仲良しになってんじゃん、さて、すべてのキングを沈めたんだ、おい、いやーあ、もう大変でしたねこれではね、今回ここまでにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました、次の動画でまたお会いしましょう。